大きな声を上げました。増田の当たり、あっという間にセンターまでボールは運ばれました。増田がスタートを切る、打って、そして今度は足で甲子園を沸かせました。4点ビハインドの横浜高校、今大会4ホーマー、あと1本で2008年、あの太田大志投手が選手が作った記憶になりますが、レフトに大きいぞ、増田の当たりがレフトスタンドにまた吸い込まれた。増田勝ち越しのホームランは今大会増田5本目。2008年東海大相模太田大志選手が作った一大会の個人記録にこれで並びました。ホームランの数もそうなんですが、ホームランが出る場面が増田選手はちょっと違いますよね。そうなんですね、まあ、本当にこう打った瞬間でもレフト一歩も動けませんでしたからね、はい、ちょっと桁外れ の、 そのスイング力ですよね。しかも1点がどうしても欲しい場面や、はい、点でした。さあそして今日も大活躍増田選手です、おめでとうございます。ありがとうございます。この横浜スタジアムの大歓声聞いていかがですか。いやもう本当に嬉しかったです。1年生の時からこのユニフォームに袖を通しての活躍、その中で3年生での優勝、また喜びも違うんじゃないですか。いや本当にもう本当に嬉しいです。下級生が1回のピッチングです。1、2塁間を破っていきました。俊足丸山が出ました、ね、我々外部のものがどうこう言われてないですけども、うん、サードスチールを狙う、これを見事に成功させました。早速地方大会7つの盗塁、その俊足ぶりを発揮しました。あまりそのいいスタートではなかったんですが、加速、また走った、今度はしっかり警戒しているんですが、またサードスチール成功。丸山の足の勢いが止まりません。吉松君も十二分に警戒して首の動きもね、いろいろ変えてるんです。とにかく加速とスライディング早いですね。早いです、はい、タイミングどうかなと思った。前橋育英飛んでるんですよね。また行きました。言いますと新井監督言ってました、ランナー走りました、セーフ。あるんですかね、キャッチャーからすると。そうですね、はい、あのスタートは良くなかったんですけどね。あ、そうですか。あ、スピードがありますね。走りました、早球ぶれました、盗塁成功。しかしスピードありますよね、はい、スライドも速いですね。そうですね、ピッチャーの左抜けてセンターに抜けていきました。少し体勢を崩しながらもセンターにしっかりと弾き返していきましたね。そうです、初ヒットを打ったキャプテン伊藤からです。初球打ち、大きい当たりだ、センター見送ってバックスクリーンに入りました。名門対決、先手を取ったのは中京大中京、キャプテン伊藤の一振り。バックスクリーンに飛び込んでいきました。そうですね、いやもう狙い通りのボールが来て狙い通りのスイングができたというホームラン、ランナーなしで3番沢井との対決です。というのがポイントになると。そうですよね、ライトに上がった大きな当たりだ、どうだ、いきなり行くのか、入った、先頭打者ホームラン。ここまで不振だった藤原、この大舞台決勝戦で先頭打者アーチ。藤原ここまで当たってなかったんですよね。そうですね、あの本当に今藤原君の出塁が鍵だって言おうと思った瞬間、ライトに上がった、これも大きな当たりだ、今日2本目か、藤原入りました。なんと決勝戦で2本目のホームラン。いや素晴らしいバッティングでしたね、高めのボールなんですけど、はい、まあ、本当に、ね、あの大阪桐蔭のバッターっていうのがその高めのボールに対してしっかりね、ええ